めっちゃ変わってるんですけど、ここが細くてこっからこうガッて腕が太くなる人が好きで、腕は絶対見ちゃうのと、体臭匂い好きな人のは T シャツとか勝手に取って持ってたい癖がありますね汗は嫌ですけど、濡れてたりとか嫌ですけど、なんかその人着てる服とか嗅ぐの好きです。では声ですかね。低いイケボーって言われるやつが匂いフェチ、匂いなんか香水とかじゃなくって、なんかちょっと柔軟剤の、なんか近づいた時にちょっと香るぐらいのそれはちょっとね、あのでも別に嫌いじゃない、好きな人の汗だったら別に大丈夫なんです。好きです。あの骨バッターの筋の感じとか結構目につくじゃないですか、なんか目で落ちちゃう階段を登ってる時のスーツを着てる男性のお尻のあたりとか見て、腰とベルトとズボンのあたりの動きを見ながら、人間はこうやって動くんだな。匂いフェチです。女性にない香りってあるじゃないですか、男性ってどんな風な匂いっていうのはわからないですけど、多分自分の好きな匂いがあるんだと思います柔軟剤の方がいいかもしれないですけど、皆さんが好きな匂いだと思います。手と腕です。血管とか綺麗な、手が綺麗な人が好きです。なんかこういう血管とかいいかなみたいな、出てるのがちょっと力入れると出るのがいいなみたいな。